アン・トリデの戦い、アン・トリデの戦い、アン・トリデの戦いは、アメリカ独立戦争のサラトガ方面作戦初期に起こった戦闘である。1777年7月8日に、タイコン・デロがトリデから撤退中の大陸軍と、トリデを落としたジョン・バーゴイン将軍が指揮する大軍の、イギリス軍の前衛部隊の間で戦われた。バーゴインは、 ライコンデロガトリデから大陸軍が撤退していたことに驚き、撤退行軍中の大陸軍を追撃するために、できるだけ多くの部隊を急行させた。大陸軍の主力は、インデペンデンストリデを降りて、ハバードトンに向かう道を進み、病人、負傷者及び、宿営地に付き従っていた者たちを伴う、小部隊は、シャンプレーン港スケンスボロまで船で渡り、そこからは、陸路、 エドワード砦に向かった。この集団は武装した約600名の者が入っており、アン砦で停止したところに、イギリス軍の小さな前衛隊が追いついてきた。イギリス軍は明らかに無勢であり、援軍を求める死者を送った。大陸軍は数的に優勢である間に攻撃をかけることに決め、砦の北約4分の3マイル。 一キロメートルあたりでイギリス部隊陣地をほとんど包みめぐるところまで行った。しかし、イギリス軍の援軍の到着を知らせる叫び声が上がった時に大陸軍は砦に交代した。これは策略に過ぎなかった。援軍は主官一人だったが、イギリス部隊が捕獲される可能性を消した。その後にバーゴイン軍の大部隊が到着したことで、大陸軍はアントリデから、 エドワードトリデまで交代させられた。この戦闘の時、アントリデで星と筋で構成される、正常期が初めて掲げられたという主張があったが、これは作り事だと考えられている。7月5日から6日にかけての夜、タイコンデロガトリデを占領していた、大陸軍には、ジョン・マーゴイン将軍が指揮する8000名の軍隊が近づいたことを受けて、 トリデ指揮官のアーサー・セントクレアからトリデを放棄する命令が出された。バーゴイン軍の部隊がトリデを見下ろすディファイアンスさんに砲台を据えており、大陸軍の退却路が遮断される危険性があった。タイコンデロがトリデとその周辺の防御施設を離れた大陸軍の大半はインデペンデンストリデを経てハバードトンに向かう道を進んだ。ニューハンプシャー出身のもので大半が構成される。 ピアスロング大佐役600名は5隻の武装が冷戦と200隻以上の小さな輸送船からなる船体でシャンプレーン港を渡った。これら船舶には砦から連れて来られた病人、物資及び武器をできるだけ多く積み込んでた。ロングはタイコンデロが砦とインデペンデンス山の間に置かれたアミバ、アバや船橋がイギリス軍の追撃を遅らせられると考え、 湖の航行可能な南端であるスケンスボロに向けて、ゆるりとした速で航行を始めた。しかし、水上の障害物によって、イギリス軍の追撃を緩めることは、ほとんどできなかった。バーゴインは7月6日朝に、大陸軍の撤退を知ると、障害物の撤去を命じた。大砲をうまい位置に据えたので、船橋と網場は30分間で取り払われた。この時点で、バーゴインは、 その厳格な軍事規範を破り、部隊には隊列を崩してでもできるだけ、急速に南方に追撃を開始する余命時、自分は船で南に向かった。順風にも助けられ、7月6日が終わる頃には、スケンスボロから3マイル、4 8キロメートルにまで来ていた。スケンスボロは小さな防御策を施した砦出があるところであり、大陸軍はそこに、 ほんの2時間前に到着したばかりだった。バーゴインはその砦を包囲しようとして、ジョンヒル中佐の指揮で、第9、第20及び、第21不評連隊から約200名をスケンスボロの南に上陸させ、アントリデに向かう道路の遮断を目指させた。バーゴイン軍の船が到着して、銃撃を始めたとき、大陸軍は、 ウッドクリークに向かうスケンスボロの滝で陸路搬送を行っていた。大陸軍はエンタープライズ、リバティ及びゲイツの三隻を破壊したがトランブルとリベンジの二隻は降伏を強いられた。この過程で大陸軍の物資の多くもイギリス軍のために破壊されるか放棄された。大陸軍はアントリデに向けて隊列を乱して進んだが、その前に スケンスボロに火を放ったので、町の建物の大半が火に包まれた。アントリデに到着するとヘンリー・バンレンセリアの指揮するニューヨーク民兵400名と出会った。この部隊はエドワードトリデのフィリップ・スカイラー将軍がタイコンデロがトリデ撤退の知らせを受けて派遣していたものだった。ヒルが指揮するイギリス軍追撃部隊がアントリデに繋がる道路に到着した時に、 大陸軍の後方を歩いていた病人、負傷者と宿営地に付き従っていた者たち、さらに物資を捕獲した。その後アントリデからは約1マイル、1 6キロメートルのところまで進んだ。ここで大陸軍のジェームズ・グレー隊員の指揮する偵察部隊、約170名と遭遇し、その後に起こった小ゼリアイの結果、大陸軍が砦に交代するまでに1名を殺害し、3名に、 傷を負わせた。7月8日朝、大陸軍の脱走兵と見られるもの、実際にはスパイだったがヒルに、トリデは、四季の落ちた兵士1 0名近くに占められていると伝えた。ヒルは勢力に上回る敵を攻撃しないことにして、バーゴインに事情を伝える伝令を送った。バーゴインは、第20泳び、第21不評連隊にアントリデに向けて、 急速前進するよう命令を出したが、悪天候のためにその動きが阻害され、この部隊は結局戦闘が終わるまでに到着できなかった。脱走兵はアントリデに戻って、イギリス部隊の位置と勢力について報告した。ロングはいかに少ないイギリス兵が後を追ってきていたかがわかり、その陣地への攻撃を決断した。できるだけ、密かに兵を動かして、イギリス部隊が道路にいるうちに、 これを取り囲もうとした。しかし、ヒルの兵士がその側面で動いている、大陸軍病の物音を聞きつけ、負傷兵何人かを捨てて高台に交代した。その負傷兵は大陸軍に捕まることになった。大陸軍が攻撃を始めると、イギリス軍士官の証言では、それは、激しく方向がうまく定められた銃撃になった。この戦闘は2時間近くも続き、 両軍は弾薬が枯渇するようになった。イギリス部隊は大陸軍病に事実上包囲される寸前にまでなった。この時北方からインディアンの戦いの叫びが聞こえたために大陸軍は撤退することになった。腰に銃弾を受けていたバンデンセリアを含め負傷兵を連れて砦まで引き返した。実際のところはインディアンはおらず第9不評連隊の士官で バーゴイン軍の補給係小候補だったジョン・マネー一人がいるきりだった。マネーはインディアンの一軍を率いていたが、インディアンが大陸軍との戦闘に入ることを躊躇した。マネーは辛抱できなくなり、インディアンたちの前に走り出た。この戦闘を終わらせたのはマネーの戦いの叫びだった。取り出に戻った大陸軍は短時間の作戦会議を開いた。 彼らはイギリス軍から逃げてきた女性から、ウィリアム・フィリップスの指揮するイギリス部隊2000名以上が急速に前進していることを聞いた。ロングの部隊は弾薬も突きかけていたので、その防御砦を燃やし、エドワード砦に向けて撤退した。この戦闘で両軍共に勝利を主張した。イギリス軍はしっかりとその陣地を守り、大陸軍はイギリス軍を降伏寸前まで追い込んだからだった。 大陸軍が破ったというイギリス部隊はかなり大きな、イギリス軍の前衛部隊に過ぎなかったので、その勝利という主張は割り引いて考えられた。イギリス軍は、この戦闘の間、あるいは、大陸軍がアントリでから撤退した後で、いくつかの連隊機を取り押さえた。捕獲した旗の一つは、十三本の赤と白の筋に、一軍の星がデザインされた、新しいものであり。 正常期を最も早く使った例であるという主張がなされている。しかし、当時大陸会議が承認した旗のデザインが伝えられ、そのような旗を作り、遠隔地に届けるために必要とされた時間を考えれば、この話は信じがたいものになるので、作り事である可能性が強い。また、応収されたと言われる旗は、アメリカ合衆国の国旗に似ても似つかないものだった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。